高齢者専用賃貸住宅とは、日本の住宅政策における住宅分類の一つで、高齢者の入居を拒まない、高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、もっぱら高齢者を賃借人とする賃貸住宅をいう。2011年10月に制度が廃止され、後継として、高齢者の居住の安定確保に関する法律による、サービス付き高齢者向け住宅の登録が開始された。 一般的に略して、高専賃と呼ぶことが多く、高齢者が円滑に入居し安心できる賃貸住宅市場の整備を目的に、2001年10月1日に全面施行された国土交通省の高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくものである。もっぱら高齢者を賃借人とする賃貸住宅について登録内容を追加し、 より詳細な情報提供を行う仕組みとして、2005年12月1日より、高齢者専用賃貸住宅登録制度が開始された。その後、2009年5月20日に一部が改正され、国土交通省と厚生労働省が連携し、住宅と福祉の両面から高齢者の住まいの対策を総合的に進めることになった。その他、 登録制度について新たに登録基準を設定し、住宅の規模、構造及び設備等に関する最低基準を定めると、共に登録を受けた住宅の管理状況に関する報告徴収制度の創設等、指導監督の強化が図られた。ありがとうございます。